はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？今日はね、週末の午後1時になっちゃいました。午前中はいろいろお部屋のお片付けとかしてたんですけど、朝からね、何も食べてないの。っていうのは、割と私はね、なんか無理に朝ごはん食べなきゃとかね、お昼食べなきゃっていうことはやめていて、お腹空いたら食べようっていう感じなので、ね、昨日はちょっとお肉をたくさん食べたので、午前中ちょっとちょうどね、ディトックスしようと思っていて、何も食べてませんということで、そろそろお腹が空いてきたからね、何食べようか。やっぱりちょっと今日寒いし、お味噌汁にしよう。具沢山手抜きの簡単お味噌汁を今から作って食べたいと思います。ちょっとした本当に手抜きポイントがあるから参考にしてみてください。では始めます。発酵で免疫力をアップしたいと思います。それでは冷蔵庫にある野菜でね、もう簡単に具沢山お味噌汁、何でももういいと思うんですよ。ただやっぱポイントは発酵物ってすごいね、日本がさ、昔からいいって言われてるものじゃないですか。だからできるだけ発酵物を取り入れた方がいいよねって思うんですよ。でもなんか一生懸命お味噌汁作るっていう感じじゃなくて、なんかほんと一杯分、こういうふうになんか一人でね、ご飯食べる時とかは、なんか私ね、残すとほら、お味噌汁ってあんまり美味しくなくなるから、なんか分量分をね、もう丼になんとなくイメージして、冷蔵庫に入ってる野菜、今日はもう、最近ここのとこ白菜ばっか使う、白菜使ってる動画どんだけやってんだよって感じで、ずっと白菜が余ってるから、白菜、なんかね、こう丼に分量をイメージするとさ、無駄がないのよ。だから最近ね、なんかこれで結構手抜きしてんだけど、この丼にね、どんどんこの入れていくわけ。椎茸はね、多分ね、そんなにたくさん入れないと思うのね。これポイントだから、椎茸でしょ。それから人参もね、なんかあったから、人参もザクザクとこんな感じでポイントで入れて、ネギももうすんごい状態なんだけど、もうこういうのももったいないから使うよと、おネギさんもザクザクと切って、それから新玉ねぎもちょっと使って、いろんな野菜が入るとさ、いろんな旨味が出るじゃない。それがね、すごい美味しいなと思って。だしとかこだわんなくても全然いいよね。もうこのいろんな旨味が出るから。玉ねぎもうちょっといこうか。甘いからね。今新玉美味しいよね。自然の恵みをたくさんいただこうというね。玉ねぎでしょ。で、もうお得意のハス。もうハスがさ、ほんのちょっと、ハス入れるだけで歯ごたえがね、ハスと白菜、最近私の料理のマストハブになっちゃって使い切ったら次いきます。ハス山盛り一杯の、お野菜どんぶりに入れました。で、これをバサーンと鍋の中に入れると、もう1杯分の分量じゃん。で、お水ももうこれで1杯分ここに入れちゃう。そうすると1杯分の量になると。で、お肉を入れると栄養ね、ビタミン B が豊富なんで、お肉をちょっと入れる。もうこれも包丁もめんどくさいなと思ったら、このまま入れて箸でほぐしながら食べてもいいんじゃないかっていう感じですよね。まあちょっと切りますけど、もうほんと1枚でいいぐらいだよね。ちょ
っと入れる。味のアクセント、いい感じになってきましたよ。もともと野菜ってね、なんかほとんど生で食べれるものばっかりじゃない。だからお肉にね、火が通ったらば、ちょっとここでほら卵を入れるとさ、さらになんか美味しくなるじゃん。だから卵入れて、卵が煮えたら味噌入れて、まあ出来上がりでございます。ちゃんと出汁も取って、なんかたくさんあれもこれもやってとかっていう感覚じゃなかったら、こうやってもうパッパッパッパーって一人前のお味噌汁とご飯があったらもうそれでよくない？十分も栄養も取れるし、簡単だし、まな板一個でできるし、なんならまな板も使わないでいいぐらいな感じの、なんか野菜たっぷりの冷蔵庫の中のものを整理して味噌汁作るみたいなのって最高にいいな。最近このパターンよくやってます。いい感じに卵がね、いい感じになったらお味噌で、お味噌は手作りで去年、作った味噌なんですけど、めちゃめちゃいい感じの、もうあの無農薬のね、塩麹とか、しっかりと作ったものなので、めちゃめちゃ体にいいです。オールオーガニック、大豆もオーガニックでね作りました。分量はこれぐらいで、これニトリで売ってたのかな、めっちゃ便利よね、味噌溶かせばいいだけ。ということで出来上がりました。そしたらもうここで器に入れちゃおうか。ちょうど一杯分のお味噌汁、卵も入って野菜もいっぱいもりもりで十分じゃないですか。これでもうお腹いっぱいだよね。いい匂い。山盛り味噌汁の完成でございます。ぴったり、ちょっと余ったけど、大豆ももったいないから入れよう。はい、ぴったし。そしてですね、私は生姜をちょっと足そうかなと。うん、美味しそう。手抜き簡単味噌汁の出来上がりでございます。はい、ということで出来上がりました。具沢山味噌汁、ちょうどお茶碗一杯分、大きな丼ですけど、たくさん食べたいなと。いただきます。うん、美味しい。めちゃめちゃ胃にしみる、マイルドで野菜のいろんな味が入ってて美味しいです。うん、うん、方程式ね、なんか昆布だしとって、かつおだしとって、煮干し、もちろんそれも素敵なことだし、私も時間があるときにはだしをとって冷蔵庫に入れといたりもしますけど、でもほらバタバタしてるときってそういうことできなかったりするじゃない。だからって言って、なんか、お味噌汁、いっか、みたいに思わないで、うん。冷蔵庫にあるものも全部入れて、
丼いっぱいぴったり無駄なく作る味噌汁。うん、日本が誇るスーパーフードですよね。おいしい。生姜がやっぱりポイントになったね。ちょっとまだ寒いので味噌汁の上に生姜を乗っけたりとかして体が温まるお野菜をたくさん食べてみてはいかがでしょうか。うん、これにもちろんご飯食べてもいいんですけど、野菜って食べたら1時間以内に消化するというね、果物とか野菜は。なのでちょっとこう週末なので胃を休めて、炭水化物をちょっと置いといて、ここの中にちょっとお肉入れましたけど、それで十分なんじゃないかなと、いう感じで、私の手抜き味噌汁どうだったでしょうか。本当簡単なんだけど、ちょっとしたアイデアで無駄なく一人分、美味しい味噌汁ができちゃいますということで、参考にしてみてください。皆さんも慌ただしい日、朝もう簡単にできちゃうんでね、いいと思います。発酵食品、味噌を取り入れて毎日私たちの健康管理腸活していきませんか。はい、ということで、ありがとうございました。またすぐね。じゃあね、バイバイ。